夕方、静岡市の繁華街で警察などが年末に向けたパトロールを行い、川勝知事も視察しました。年末特別警戒の視察特例を行きます。今日から始まった県警の年末特別警戒。午後5時半ごろ、警察官や市の職員、ボランティアなどおよそ100人が静岡市の繁華街をパトロールしました。川勝知事も現場を訪れ、警察官やボランティアの防犯活動を視察したほか、パトカーなどの出発式にも参加しました。また全国で強盗事件が発生していることを受け、貴金属店に対し高額な商品の保管場所の見直しなど防犯対策の強化を呼びかけました。年末特別警戒は31日まで実施されます。